グランドチャンピオン大会準優勝他人酒をお歌いになりました上田康夫さんです。上田さんおめでとうございます。準優勝ですよ。これまた審査委員長の曽根孝明先生から賞状とトロフィーが贈られます。なお副賞はカラーテレビでございます。さて、いよいよグランドチャンピオンの発表に参りましょう。グランドチャンピオン大会、今日の優勝グランドチャンピオン、おさらばふるさとさん、浅野英子さんです。第1回のグランドチャンピオンは浅野英子さんでございます。曽根先生から賞状とそしてトロフィーでございます。なおグランドチャンピオンには群馬テレビから群馬テレビ専務取締役西原より賞状と盾の方も送らせていただきます。今日は私、はい、途中で貧血を起こして倒れるんじゃないかと思うくらいですね、一生懸命聞かせていただきまして、こう見てください、これガチャガチャガチャ書いてあるでしょ、いろいろと。これアップにならないかな。いや本当に苦労いたしました。もうね、別にこれ賞をもらわなくてもですね、ここへ出てきたということがこれはもう本当に栄誉でございますんでね、これはもう誇りに思っていただきたいと思います。ここへ出てくるまでの遠い道のりね、はい、甲子園のあれと同じですね。高校野球と甲子園出れば大変なもんです。別にここに年賞をもらわなくたがみんなうまい。これはもう私ね、全員が若かったらプロにさして差し上げたいと、こういう感じがいたし、若い方もいらっしゃいますけどもね、はい、本当に素晴らしかったですよ、はい。なかなかそうしますと審査の方も大変だったですね。本当にね、はい、あんまりこう聞きすぎてね、死ぬかと思ったんですよ今。本当に命をかけてね審査させていただきました。そうですちょっと大げさですけども、まあとにかく30人の中から選ぶというのはこれは難事業ですよね。大変です ね。やっぱりミスのね少ない人が優勝するわけですからね、はい、あれずいぶんお子さんがいっぱいあった。これはなんか浅野さんのお子さんでございますか。浅野さんのお子さん、あこちらいらっしゃい。どうぞどうぞ。はい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 、こちらでねお写真なんか撮ったりなんかし、はい、パパはこっち向いてってますよ。そうですか。こんな可愛い。公表の途中でございますので、どうぞ先生お付けください。お子さんもあれですか、歌をお上手ですか、もうすでに。そんなことないんです。歌いません、全く。歌います。歌います。はい。ちょっと歌って。はい、お歌。ザーワさん。関係ない。何歌えるかな。女のデフネ。女のデフネ。歌えるかな。本当に歌えるんですか。女のデフネって顔じゃないわね。赤ちゃんのデベソって感じ。ということで曽根先生どうもありがとうございました。浅野さん、張り切って一つそれじゃあ歌ってくださいね。30人皆さんのその応援を受けて、堂々とこの県民会館で歌っていただきたいと思います。それでは浅野さんの歌を聴きながら県民会館からお別れします。
ば歌ってた乃木くんこぼれ